2万系車両の違い。2万系は1次車から7次車まで存在します。10両固定、8両固定の編成がそれぞれ8編成存在し、計16編成が製造されました。まず1次車である21,151編成から見ていきましょう。保谷7の踏切です。飯能方面に走行しています。今回注目いただきたいのはズバリ密着連結器です。この部分、連結器にカバーがついています。次に2次車である21,152編成を確認します。画像が荒く分かりにくいですが、先端が先割れの形状をしています。次は6次車です。かまぼこのような丸みを帯びた形状をしています。7次車も確認します。7次車は6次車と同じ形状です。21,158編成の車体の緑色は練馬グリーンと呼ばれます。興味のある方は別の動画でまとめていますので、説明欄のリンクから参照いただければと思います。実はこれまで見てきたように密着連結器にバリエーションが存在するのは8両編成のみです。10両編成は全て共通です。それでは確認していきましょう。まずは21,101編成、トップナンバーです。先端は四角錐で上下に穴が開いています。21,106編成です。21,101編成と同じ形状です。同じ2万系でも編成によって形状が異なります。今回は密着連結器に注目しました。皆さんもいろいろな違いを探してみてはいかがでしょうか。